2020年春に廃止となる札沼線非電化区間全駅を紹介するシリーズ、今回は月形町にある月ヶ丘駅です。ホームはまっすぐ直線状になっている一面一線駅、そしてログハウスが置かれています。この月ヶ丘駅の待合所としてログハウスが建設されたのは1993年のことです。駅舎が焼失したことに伴って建設されました。こっちが新十津川方面、そして向かいは林になっておりまして、こちらが札幌方面です。隣の駅はチライオツ中小屋駅です。札幌方面はこのような感じ、自然豊かな駅です。新十津川方面には踏切が設置されています。この自転車置き場なんでしょうか、自転車が置かれているんですが、ここになぜか椅子が置かれています。そしてこっちにはこれもなぜかタイヤが置かれているという状況です。どういうことでしょうか。ではご視聴ありがとうございました。